今ね、仕事帰りで車で、達人初めてかな、車、現在、京成関谷駅でございます。関谷駅を出まして、ちょっとこれ固定するね、危ないからね。こっちがね、これが千住第八小学校かな、の前にある、ここね、意外と関谷の穴場なんだけど、これがね、ごっつりさん、ごっつりさんのね、お弁当屋さんなんだよね。で、隣が、焼肉屋さんの南海園さん。そして、隣に、このランランさんってわかんないかな。ちょっと車置いてくるんで。ここだよ。半チャーハン味噌ラーメン行くかな。半チャーハンラーメンと、うん、じゃあ俺ラーメンセットですか。じゃあ餃子2個もらおうか。でチャーハンちょっと、それでいい。ラーメンセットで父ちゃんのチャーハンちょっともらうみたいな。こっち来たんですよ。ああ、そうしよう。ラーメンセットと、ラーメンセット、はい、あと味噌ラーメン、半チャーハン味噌、はい、ラーメンセットと半チャーハン味噌で餃子をください。プラス餃子1個。もういいじゃん。あー、俺これもなかったな。昼飲み、あのさ、ソフトとかさ、ソフトとか野球の後によく日曜日飲み来てたの、みんなで終わった後さ。単独でなかなか個人的には来ないんだけど、みんなでタクちゃんとかほらそこじゃん、うん。950円かな、うん、な、うん、ラーメンセット、うん、いいよ、お得だよね、ラーメンセット。うまそう、餃子うまそうだ、ね、いいよ、お前それ、俺そのご飯でいいよ、お前こっち食えよ。あ、ありがとうございます。餃子いくらな、お前すげえ、お前これで400円だよ、お前6個。しかも珍しく昼からタバコ忘れる、喫煙系普通吸えないでしょ今時。さあ醤油、うん、若者だとちょっとあれパンチない感じ。まあ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 、たまにはちょっと細めだね、うん、超うまそう、さっぱりだよ。うん、あごめん、優しい味噌だね、超うまそう。うまそうっすね、熱いかな。うまい、うまい、うまい。やっぱりさ、餃子はやっぱバウンドだよね。
しますありがとうございますすいませんはいありがとうございますごちそうさまですありがとうございます。